そういや北条は2軍なんやな。右の内野手なら普通に北条を使えばええのにと思ってたが、もう衰えてあかんのかな。打撃しか取り得ないのに去年 OPS496 やからな。空に軍やわ。打撃しか取り得ないのに OPS445 だった高山が1軍に残れる外野陣。大山近本あたりの主力はファンに練習を見せるのも仕事やから。大山は秋からフォームというか打撃変えてるから1軍で。近本は2軍でもちゃんと調整すると思うけど、ベテランって年でもないからな。岡田が今年から監督やるんかやら1軍メンバーは見ときたいやろうし、今1軍40人で森下富田門別は1軍に上がる可能性ある。だからあとは減らす方向だけやわ。けど北条で勝った試合が年に何回かあるから印象はええわ。